どうも、ウルフのミッツェです。いつもありがとうございます。今回は質問をいただきましたので、それについてお答えしていきたいと思います。それはドライバーショットで、ここの角度、構えているときには角度があるわけですが、打ち抜いていくときは、この角度はまっすぐ伸びるのでしょうか？それとも角度があるままなのでしょうか？こういう質問をいただきましたので、それについての回答動画を作っていきたいと思います。結構、悩みが多い、わからないことが多い。それがゴルフの一つの楽しみなんですね。一個一個解決していきましょうね。私、三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さんに毎週会えることを楽しみにやらさせていただいてます。感謝してます。そして動画を見てくれている皆さん、質問いただけた方、ありがとうございます。それについて解説しますからね。それでは早速いきたいと思います。構えた時のここの角度、ここの角度、これはバックスイングする時のこの角度、そして構えたところからこの角度に変わります。変わるというよりも向きが変わるだけなので、初めから角度があってバックスイングでクラブを立てるときにちゃんと角度が保たれている。さらにもう少し角度をつけていくということです。ではこの角度が振り下ろされてきたときにどういう状態になっているのが理想なのかということですが、それはこの角度はある一定の角度を保ったまま振り抜かれてほしいんです。かなり振れるように。それこそドライバーショットで280、300ヤード男性の方で飛ばせるぐらいのショットを目指すのであれば、一瞬ここでぐーっとまっすぐ伸びるような感じにはなりますが、ここまで腕が伸びるような形にはほぼほぼならないと思った方がいいです。ですから、この角度がある状態のままローテーションされていきます。腕のローテーションが入ればこの角度はついたままなんです。このローテーションがない状態が腕が伸びた形です。ここがまっすぐなんです。ですから、腕が伸びるもんだと思って振っていくと、こういう感じでボールが右に曲がってしまうばかりではなく、スイングも途中で止まってしまうんですね。最後まで振り抜けないんです。伸びたらそこからいつ曲げるんでしょうかということになってしまうんですね。ですから、一旦ピッと伸びたものは、曲げようと思うとガクッとそこで一気にブレーキがかかってしまったり、そこで勢いがなくなってガクンと形が変わってしまったりします。ですから、少しここに角度がついている状態で振り抜かれて角度がついたままです。ですから、ここで一瞬伸びたりとかはせずに、この一定の角度がある状態で、そのまま腕が回転してあげる。こういう動きになってほしいんですね。そうすれば、このクラブを振っていったときに、必ずベースが閉じる方向、ですから捕まったボールが出るんです。腕がまっすぐ伸びてしまうと、こういうふうにスライスが出てしまいますので、この角度はある程度あるよというイメージで、振ってあげると少し捕まり気味のボールが打ちやすくなります。極端にチーピンが出てしまう方、それはチーピンが出ないようにという動画を見ていただければいいかなと思いますから、まずはこの腕とクラブについているこの角度はずっとキープしてるもんだよと思ってみてください。そして振り抜いた時に遠心力が働きますので、一定の割合は外に向かって引っ張られます。ですから伸びる要素はもちろんあります。なので、これが全くこんなんじゃ小さいじゃないのと思う方いるかもしれませんが、それは確かにその通りです。ですが、伸びてしまう、一旦グッと伸びてしまうと、そこからガクッとしなければいけなくなってしまいますので、少し角度がついたまま腕がローテーションしていく。こういう風に回転していくものだ。そういう意識で振ってあげると、それで十分なんですね。それで、しっかりとクラブヘッドは大きく伸びやかに振れますので、完全に一直線で伸びた状態が確かに大きい円を描き、アークが長くなるようなスイングじゃないかということにはもちろんなります。ですが、それでボールが右に曲がっているようではないショットとは言えませんよね。なので、この角度はしっかりとつけたまま、このまま腕がローテーションするような、こういう動作をしてあげる。これが重要になってきますので、ぜひ練習で試しながらやってみてください。練習方法は、これ今ドライバーですが、アイアンに持ち替えて、こんな感じで、前腕の回転を少し意識する練習、それを取り入れてやってみてください。必ず動作はスムーズに、かつ、ボールが遠くへ飛ぶような、そういうスイングになってきますので、ぜひ練習も取り入れてやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。質問も本当にありがとうございます。こんな風にお答えできるのを楽しみにやらさせていただいているわけです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。